の提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグ、そしてオアシスコーヒーのラスク、コーヒーとスイーツがセットになったコーヒーブレイクが非常に豊かになるセットです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、じゃあね、今日はこの時間こちら女性の方20代ですね、ゆきさんからいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。私と旦那がまだ結婚する前のお互い神奈川県に住んでいた時の話。はい、当時2人とも実家で暮らしていたので、付き合い始めてから2ヶ月に1回ぐらいでお泊まりの旅行をしていたんです。うん、で2度目の旅行の時、私たちは温泉が有名な箱根へ行きました。お、宿の温泉でそれぞれ温泉に入ったんですが、女性って温泉に時間がかかるんです。というのも湯に浸かるのは時間コントロールできるんですけど、体を念入りに洗ったり、上がった後に髪の毛をドライヤーで乾かしたり、化粧水したりなどなど大変なので、脱衣所に入った瞬間から私は猛スピードで服を脱いで早く洗って早く温泉から出るつもりでした。秋のシーズンということもあって脱衣所は少々混み合ってて、上下左右のロッカーほぼ埋まっていたり、人が次々に出入りしている状況で、全裸になってロッカーに鍵を閉めた瞬、ロッカーの鍵を閉めた瞬間、あ、ネックレス外さなきゃと気づいたんです。はい、大学を卒業した後初めて働いたのがジュエリー販売の仕事。うーん、その車販で少々安く買えた18金のダイヤのネックレス。うーん、普段はお風呂も寝る時もつけっぱなしなんですが、温泉の硫黄なんかの成分で金が変色することがあるので温泉の時だけ外すんです。はい、先にネックレスを外してそれを隣のロッカーに置いてから自分のロッカーの鍵を開けたんですが、次の瞬間、あれ、ネックレスがない。そうなんです、あまりにも混み合って人の出入りが激しかったので、私が軽くネックレスを置いたロッカーが一瞬のうちに誰かに使われてしまっていたんです。しかもどのロッカーに置いたかもなんとなくうろ覚えになってしまって、周りの人に声をかけてみたりしたんですけど、ネックレスはどこかへ行ってしまいました。仕方がないので温泉に浸かって後でもう一回探そうとしたんですけれども、どれだけ探してもやっぱりなくって、フロントの人にも伝えて翌日の朝もう一度脱衣所に探しに行って探していたら、男女の風呂が逆転していて裸の男性客と鉢合わせしそうになったり、でも結局見つからず、当時は彼だった旦那は私より10歳年上だったんで、なくしちゃったと落ち込んでいったら、買ってくれるかなと少々期待してなくしちゃったと落ち込んで伝えたら、安静しな関東の人だからねこっちの人間から考えたらね、はい、ちょっとあの冷たく聞こえるっていう ね、うんうんうん、神奈川の人だから、なるほど、安静しなと言われてネックレスは諦めました、はい、そんな旅行2日目の日程はバスで20分ぐらい移動して印象派の絵画がある美術館へ、うん、私と旦那はお互い絵が好きで美術館デートを重ねていたので、この箱根の美術館はすごく楽しみにしていたんです、うん、しかしここで事件が発生。はい、ペンギンがいない。え、後からの説明ですみませんが、私は彼と付き合う前からずっと行動を共にしている手のひらサイズのペンギンのぬいぐるみがいたんです。ほう、転職の面接の時も仕事中も常にポケットに入れている相棒のような存在。うん、彼との2回目のデートの時にペンギンを紹介して受け入れてくれたんで、はい、今回の旅行にも連れてきていたんですが、その大事なペンギンがバッグの中にもポケットにもない。うん、とりあえず美術館にいたので先に鑑賞していたんですが、ペンギンのことが気になって気になってモネどころじゃない。はい、美術館の後もスケジュールが詰まっていたので彫刻の美術館とか有名なレストランを回ったんですけれども、ペンギンのことが気になって気になって、なんでちゃんとバッグの内ポケットに入れてなかったんだろう、もう二度とペンギンに会えないかもしれないなどと考えていました、うん、そんな上の空だったのが彼にもバレてしまって、彼が、
ペンギンを探しに宿に戻ろうと言ってくれたんです、うん、今日歩いた道をたどりながら道に落としてないか念入りに見つつ宿まで戻って、宿のフロントでは昨日はネックレスを落とした私が今日は今度はペンギンのぬいぐるみの忘れ物ありませんかと聞くという、もう恥ずかしかったらありゃしない、落とし物はなくって見つかったら連絡くださいというふうに伝えました、うん、駅から宿までの歩いた道のり、宿になかったら正直もう心当たりがないんです、なので絶望的、再び駅まで歩いて帰っていたところ、帰りの道の途中で彼が、あそこにペンギンが、お土産街道の歩道の脇にペンギンが置かれていたんです、はい、多分人通りが多かったのでどなたかが踏まれないように端っこに避けてそっと置いてくれていたようでした。二度と会えないと思っていたペンギンに会えた嬉しさと、彼の私以上に一生懸命探してくれたことが嬉しくって、うわーっと涙が溢れてきて、彼をパッと見たら彼も泣き出して真面目な彼は宿にもちゃんとペンギンが見つかったってことを報告しなきゃと私に指示をするんですけど、うん、正直その報告いるかなと思いながらいりますよだってね、宿の人だってそうですそうです心配してるから、うん、ね、思いながら宿にも連絡しました、うん、それから1年後彼と結婚しました。もちろん新婚旅行のイタリア、フランスにもペンギンを連れて行きましたが、今度はちゃんとペンギンに紐をつけてバッグとつないでさらにチャックの閉まる内ポケットに入れて連れ歩きました。そして福岡に転勤になり、夫婦一緒に福岡に移り住んだんですが、うん、もちろんペンギンも一緒です。アラサーなのにぬいぐるみ離れができていない私を理解してくれる旦那に感謝しようと改めて昨日喧嘩した時に思いました昨日喧嘩したんですか面白いねねえ、まあだからネックレスよりもペンギンということなんです。そうですね、うん、ねえ、へえ、でもそれだけやっぱ肌身離さずもう相棒のような存在だったらね、やっぱりお守りでしょうからね、自分にとっての。ああ、そういうことになりますか。まあね、あの男にはあんまり理解できないというかそうですか。わからないけれども、まあ、君もね、うん、あの物を、ね、そうあのそういうふうに思い入れを抱く方です、ね、かなり執着がありますから物に対してのさあ、それからね、こちらはね、めぐみさんという女性の方ですね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。うちの実家での出来事、はい、ある日の昼、実家でくつろいでいると外出から帰ってきた妹が、もうカラスがそこの道路で生ゴミいじっとった、もうしかも肉みたいなやつ、カラスってすぐ食べ物見つけるよね、汚いし怖いし嫌やねと言ってたんです、うん、私の地元は朝にゴミを出す決まり、カラスがゴミを漁ってる光景ってよく目にするんです。嫌やね、でももう昼過ぎてるし遅く出されたゴミがゴミ収集に間に合わなかったっちゃろうねと話をして終わっておりました、はい、しばらくするとベランダから、なーい、どこにもない、どうしたん、ここに置いとった肉がなくなっとるんよと。え、うち、そうなんです、冷凍していた肉を解凍するのにベランダに肉を出していて、はい、その肉をどうやらカラスが持ってったんだということみたいですね。すごい、はい、まあ、とにかくね、そういう風にするとやっぱカラスはね、目ざといんでね、分かるんですよ。そうなんでしょうね、ご注意。